はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズザフィフスヴァンガードを続けていきたいと思います。ついに中央は間違えた。ついに中央 TF システムがこう現れましてですね、で僕は目の前まで今行ってたんですよ。なぜか喋りながらだったので間違えてテレポートオーブを使ってしまいましたね。もうせっかく準備万端で始めたのにさあ、あれです。ああ見えてきた、見えてきましたね、中央TF システム。セクトなんだろうな、おおかな、なんかそんな感じだった気がするな。オードリュークの王だと思うんだよね。生命を司る、命を司るガーディアン、オードリュークの王だったような気がする。あそこにボルフング様がねいらっしゃるのでしょう。あ、敵出てきちゃった。いやこれイベントバトルな気がするな。アースガールズ一応ちゃんと拾ったものは装備してるんで、きっとバッチリ勝ってくれるんじゃないかな。ギガクラッシュ、ギガクラッシュをね各改造実験棟で拾ってるんで、てかなんかかっこいいねあれ、機械ロボじゃん、ミッドガルズ。しかもこいつ属性ヘックスに関係なく撃てるって最強かよ。すげえ一方的、一回ぐらい攻撃見たい。残念ガードだ、これ終わっちゃうんじゃない。終わっちゃった。おい機械怪獣ちょっとかっこよかったんだけどな。落とすのみ、絶対に負けないぜ、負けないぜ。なんかお金はいっぱいあるんだけどな、なんかバッジ買い漁って合成でもしてくればよかったかな。まあまあいいでしょう。しばらく休んでてくれよ。いざいかん。お、警報？いきなりのお出迎えかよ。あ、ボスかなもしかして。今まで4つの TF システムを守っていたのがフォーカードと呼ばれるボルスングの部下たちでした。そこから考えるとここはボルスング自身が守っている可能性が高いです。俺たちは随分とそいつに歓迎されているようだ。きっとそのボルスングって人はここの奥で高みの見物をしているんでしょうね。ならその歓迎に応えてやるさ、見てろよボルスング。そしてまずは中ボス、チャック剣になってんだけど、これ変えたいな。ポーションベリーフルリバイブ、大ファイターこんだけ、もう2体いますけどそんなになんかボス感ないね。ポーションベリーゲット。で弱点は水、じゃあこっち入ってヘビークラッシュ。あ、え、なんか8割くらい入りますけど、ディフェンサーされた、マジかよ。ちょっとディーンは直接行って殴ろうかな。ペネトレーター、オッケー、ワンパンじゃねえか。おお、なるほど、連続戦闘だこれ。警報装置に反応してモンスターが出現した、なるほどね。じゃあちょっとそろそろアブリルと交代。こいつらは、あーけどな、フルリバイブ盗めるのか、ちょっと魅力的だね。まあいっかな。滝も瞬時に凍らせるショット、ただいま絶好調。うっそ、ディーン君お願いだよ、合点割り。カウンター、カウンター5、いいね、3人集まってる、今だカウンターだ。ああ
まあ回復しないときついよね。いやちょっと盗みたい欲求が。ちょっと止まっちゃいました。これソニックビジョンで終わるんじゃないかな。これまだあと1回ぐらいは貴重な気がしますね。けどはい来た。次は4体どんどん増えていきますね。ここはやっぱレベッカ出そう。でチャックどうしよっかな。いける。ほらやっぱりどんな敵にだって負けない自信がついたよ。読み通り。おお5万8000めっちゃもらえた。余裕っすね。ちょっとこれはシャレにならないぜ。そうこのままじゃここずっとここで足止めだよ。次から次へとウゴのタケノコみたいにさ。突然のことわざ。これじゃ拉致が開かないわ。ここは手分けして奥へと進むチームとここでモンスターを食い止めるチームに分けた方がいいんじゃない。ほう三々でリン、お前が選べ誰を連れて先に進むのかをな。え俺は先に進むチーム決定か。そりゃそうよリン。あなたが行かないで誰が行くというのですか。そうですよ、奥にはディーンさんが目指す大きな壁がそびえているんですよ。わかった、ありがとうみんな。それじゃあ俺と一緒に行くやつは。これレベッカ選ばなかったらなんかダメ私も一緒に行くって言うかな。さすがに言わなそうだけど。どうするか。いやけどまあなんかいつものメンバーじゃない？まあちょっとたまたま今運のミディアムつけてるからレベッカ連れて行ってやろう。しゃなしやで。俺は先に行かせてもらう。すぐにこの TF システムをぶっ壊して帰ってくるからな。それまで頼んだぜ。ああ安心していけでいい。お前が壁を壊すその時までここは俺が防いでやるぜ。ありがとうみんな、頼りにしてるぜ。いいか、ここは俺たちの見せ所ってやつだ。なんとしてもここは守りきるぜ。お、戦闘来ちゃう。おーミディアム入れ替えなしか。まとめて相手してあげるよ。ゲヘナネロスだ。うわーなんかちょっとかっこ悪い足が、ポーズがちょっとかっこ悪いな。残念。これはワイルドアームズ2で初めて出てきたボスですね。ウルトラ怪獣をデザインしてる人にデザインしてもらったマジモンの怪獣です。2は結構そういうのが多いんだよ。そしてチャック MP 切れです。ちょっとマジ勘弁だわこれ。これどうしたもんかね。弱点は地属性。地がないね。向かうはそこだ。こいつをとりあえず勝負。レイチェンジは火が地になるんだよね。だからちょっとあっち行こう。でハイブラスト地味に攻撃。あーなるほどね。おいった。おギャザー失敗。結構痛い。あこれ死んだかも。わお。これやばない。
それやばいね。そこだね。もう着よ。ここは男のパワーってやつを見せつけねえか。男のパワー。そうだね。やってみるよ。ロリッコに男のパワー見せつけちゃう。ジャッジメントヒール。ヒールじゃなかった。ヒートだった。回復すんのかなとか思っちゃったんや。まあけどそういうの使ってる場合じゃないんだよね。ポーションベリー買うときは遠慮なく全力でぶっちる。レイポイント抑えたいな。そんで、レイチェンジ作戦変更予備なしです。移動してくんねえかな。来た痛えな。あーダメか、キャロル死ぬこれ。うわくそ、リプレイスしたい。ない、これはまずいね、これはまずいね。いやけどこっち入っとかないと。いやこれはこれはまずいよ。移動してちょっとインビンシブル使います。でグレッグをこっちじゃない、あとチャックもこっち持ってって、でリバイブフルツ、いやどうしよう、フルリバイブ使っちゃえ。あー移動してくれない。マジ頼む、マジ頼む。あけどこいつ倒せた。オッケーオッケー、だけどグレッグが死にそう。おおそれやばいな。おお喧嘩売ってんだ。わミラクルベリー使うしかないでしょ。久しぶりにこのえぐい感じ。完全復活で、どうしようかな。ちょっとターゲット散らさないとしんどいですね。で、DP、EP アップをキャロルのヘックスにつけといて、もう本当はね、あのヘックス埋めたいんだけど、属性が乗ってまたブラストがしんどい。マジこんなもんなの、地属性弱点なのに。嘘でしょ。え強くない、レベル57。はあ57でこんな強いんか。前準備が重要。てかヒーラーがいないってエグいね。やばいね。さてと本気でいくか。チャックなー、どうしよっかなー。そう、移動してくんねえなこいつマジで。もしは容赦してくなり気持ちは負けません。死ぬかなー、死にそうだよね。こいつローレルプランついてないか。そしてライフドレインで1300とか回復され、つらいつらい。マジ泣いてくんねえかな。クビジョンどんくらい食らうんだろう。うん、まあそんなもんだよね。なんだかんだ削れてきましたね。ばらけてなんとか。やばいやばい、けど死ぬけど死ぬ。どうしよっかなこれ。
いやーこれは、悩む。ギノギノスしたい。したいけど死ぬ。ミラクルベリー行くか。すげえ、なんか今までで一番アイテム使ってるわ。ヒーラーいないから当然ですけど、ちょっと弾なくなっちゃったんで、ガードハイブラスト。あ、もうこれディノギノスなくてもいけそうですけど、一応ゴー。ガンを飛ばす。そんなヤンキーみたいな技持ってんの。この状態を保ちたいね。何が起こったのかはよく分かんなかったですけど、これでハイブラスト。やっぱなんかかなり威力上がってるんですよね。バカになんないな。我慢しなくてもいいんだぜ。微妙に生きてる。またガン飛ばされた。怖い。ここはちょっとラッキーカード使っとこうかな、せっかくだし。なんか強い感じがする。今までのボスより一段階強くなってる気がするんで、レベルは上げとくに越したことはない気がしてきた。なんかもう大丈夫かなとか思ってたんですけどね。いやーマジちょっと最初勝てるのこれみたいな気分でしたけど、なんとかなんとか。ふぅ、大変だった。じゃあもうこれ合流しようよ。そういう話じゃないですね。作戦タイム。お、足場が出てきた。なるほどね。よいしょ。まあなんか仕掛けもこう今までの集大成みたいな感じになってってはいるんだろうな、多分。よいしょ。例えばフロアっていくつまであるんだろう。17。あ、そんな広くないですね。なんか20とか30とかいくかなとか思ってました。なんかどんどん上がっていく。落ちたら怖い。よいしょ。オッケー。作戦タイム。奥には、あ、宝箱ね。けどね、デュプリケイターが今ないんすよ、マジで。マジでくそー、開けたいよー。魂導く死者の目は魂たちを映し出す。生まれゆく魂のきらめきは紅蓮に燃える炎に等しく、帰りゆく魂の静けさは穏やかな青き湖面のよう。すべての魂導き終えて死者は静かに瞳を閉じる。はあ、なるほど。これなんか多分2つルートがあるんだろうな。あー、はい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 。ここだ。あ、で OKOK、 帰っていいのね。なんかもうちょっとゴゴゴゴゴってなるのかなとか思ったら、これでこっち側に出るんだよね。で反対側は消えちゃうと。あーマジな、デュプリケイターが全然足んないんだよね。なんかいいもの入ってそうなのにさ。
これむずいね。これむずいね。あ、でも割と時間の猶予はありそうな。あ、いったいったいった。オッケー。落ち着いてやれば大丈夫でしたね。これで、正面の、ん？正面のじゃねえな。ほんで？で、導き終えたらスタンダードにする。うん、オッケー。まだまだいける。騎士ベルーニ、あ、リバイブフルーツとミラクルベリー最高じゃん。うわー、レベッカ連れてきといてよかった。別にレベッカじゃなくてもいいんだけど、アイテムスティール使えればいいだけなんで。いやけどよかったよかったよかったわ、マジで。ギャザーとか使いたいわ。はい、オッケー。ウィングダウン、次こそは当たりません。あっち行っちゃったか。いやー、さっきのパーティーに比べてこっちのなんと安定していることか。レベッカが多少役に立たなくてもアベレルとディーンいりゃなんとかなるからね。移動します。いやけどレベッカのおかげでね、リバイブフルーツ使った分確保できるし、あわよくばミラクルベリーも手に入る。最高ですよ。あ、てか死んでねえじゃん、あいつ。マジか。お宝いただき。リングアウト、え？あー、クソが。どっか連れてかれた。もう。そこがベストなポジションね。ウェイ、マジか。お、駆けつけた。すぐ楽にしてやる。レベッカ地味にピンチ。なかなかミラクルベリーは手に入んないよね。いやけどこれ盗みまくりたいな。リバイブフルーツはもうマジいくらでも欲しい。っていうか2万って経験値のインフレがすげえんだけど。マジか。なんかもうボス級じゃない？だってゲヘナネロスラッキーカード使って5万ぐらいでしたよ。ちょっとジェム打つのに夢中になっちゃった。よいしょ。はい、サーチ中。まただよ、デュプリケイター遅れ。全然アイテム手に入んない。なんかいいもの入ってそうだぞ。ああ、マグニートータスかなこれ。やっぱり一瞬のシルエットで判断できる俺すごーい。これ1の最初に
パーティーで戦うボスですね。まあ、デザインはこれあのリメイク版のデザインになってますけど、ゲヘナネロスじゃなかった、マグニトータスは風が弱点。なんかあれですね、最終のダンジョンにこうゲヘナネロスが出たりマグニトータスが出てきたり、ちょっともうニヤニヤな感じですね。これリバイブフルーツ、ジオの守り、まあジオの守りも欲しいけど、大ファイターワンチャンフルリバイブ欲しいな。というわけでマグニトータスから攻撃します。あ、生きてる、やるやん。どうしよっかな、あんま効かねえな。この感覚を忘れない。そのアイテムちょうだい。しかもさ、今キャットハンドついてなくない？そうだよね。あ、けどバーサーカーバッジついてんだ。ずいぶん危ないもの持ってるね君。俺が持たせてんだけど。やめてやる。MP も回復集はしておきましょう。あ、俺が開けれる宝箱あった。あ、デュプリケーターだ。へー、ちょっと戻ろうかな。じゃあ、あー、エンカウントはしたくないよー。来たー。ホーリーベリーを2個。これなんだ、あんま見覚えがないアイテムですね。バトル。テートン。全回復かな？うん。ミラクルベリーが2000回復ですもんね。ちょっと少なめだもんな。OK、なるほどね。よかったよかった。もうちょっと戻っても まだあるんだけど、まあそれはいいかな。さて、これまたややこしそうな。その地にたどり着いたのは幽谷だった。夕日に向かい旅人は叫び始める。喉を振り絞り、大地揺るがすほどの大声でひたすら見つかりに呼びかける。やがて東から日が昇り、叫び続ける旅人を見下ろし西へと沈む。二度目の朝日を迎えるとき、ついに声は枯れ果てた。諦め知らぬ旅人はそれでもとか細く声上げる。短く小さいその一声にようやく答えた見つかりは、旅人に新たな道を示した。全く意味がわからん。大声とか細くっていうのがパワーポイントとスタンダードっていう可能性ある？ないんちゃうかな。ここまで大声、朝まで大声で声が枯れ果てました。でスタンダードでゴゴ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 ゴ。何も起こらんわ。マジわかんねえな。短く小さいその一声にようやく答えた見つかりは、短く小さい一声、何残っちゃう。
きなり右に行くんじゃなくてこっち行かないとダメだって言ってた。ダメだ、わからん。ちょっと一旦ここで切ります。全然わからん。これやばいな。コンプリートガイドに手が伸びそうなんかみじもわかんなくてやばいんだけど。ちょっとボルスング様一筋縄ではいかない。さすがメガネ男子。ちょっとわかんないもんはわかんないということで、次に持ち越したいと思います。残念。それではまた次回引き続きね、改造実験とセクト O、 やっぱ O でしたね。はい、こちら攻略していきたいと思います。今回はこの辺で、どうもありがとうございました。